よろしくお願いします。私ぬかわじゅんこと申します。過去福井って最近ずっとついてるんですけども、夫の姓が福井で、帯島に引っ越して帯島での活動っていうのは福井純子さんって取り上げられることがすごい多いんですね。でもあのワードプレスの世界ではぬかがで生きていて、こう名字問題というのがずっと抱えたままでいます。最近はもう平気していこうというかね、ぬかが福井純子って言ってたりします。ツイッターとか、全部ぬかがあってアカウントあるので、よかったらフォローしてください。後でスライドを上げたりします。とフリーランスのウェブデザイナーをしています。それから、NPO 法人帯島図書館の理事長をしています。仕事としてはフリーランスのウェブデザイナーをしてるんですけども、写真を撮ったり、ライティングをしたりとかもしていて、最近はここ瀬戸内スタイルさんっていう雑誌とかでもコラムを書かせていただいたり、写真のページを持たせていただいたりとかいうこともしています。で、それと別にワードプレスの方でも活動をしていまして、ワードプレスコミュニティ活動、これが、私のプロフィールページなんですけども、下の方に、まあ、何をしているかっていうものが出ています。でね、コミュニティコントリビューターとかって出てるんですけど、何をしてるかっていうと、このワードキャンプっていうのは世界中でやってるんですね。で、あちこちの地域で地域の人たちがワードキャンプしようって言ってやるんですけど、それの、お手伝いをしたりしています。で、先日ダブピータバーンっていう、一番多分大きなワードプレスのことを取り上げているウェブメディアで、私の話と、まあ、私の話がメインなわけじゃないんですけど、このワードキャンプ帯島でのコミュニティという話が取り上げられました。で、私今すごい日本語でしか喋れないので、今から話すこと割とここに近いことがあるので、英語しかわからないよっていう人は、ここをぜひ読んでくださいっていうことを、あ、隣に英語の人がいると思ったら教えてあげてください。で、帯島どういう島かっていうと、人口が160人です。ちなみに今回の参加者さんが全部で250人なので、だいぶ人口より多いっていうことになります。で、2014年に帯島では小中学校の再開というものがありました。で、これは何かというと、2013年に瀬戸内国際芸術祭があって、その後私たち家族がここに引っ越してこようと思った時に、子どもの数が0人だったんですね、帯島で。小中学校が、休校していました。で、そうなると私たち帰ってこようと思っても娘が行く学校がないので帰ってこれない。で、それではちょっと困るし、子育て世代が入れない島っていうのは、これはもう島として滅んでいくしかないんじゃないのか。で、夫がここの島の出身なんですけど、それはとても悲しいことだし嫌だなっていうので、小中学校の再開を市議会とか市長さんとかにお願いして、署名を集めたり、小中学校再開運動っていうのをして再開していただくことができました。で、そもそもじゃあなんで島に住めるかなって思ったかっていうと、ワードプレスがあったからっていうのがすごく大きいんですね。で、私はフリーランスのウェブデザイナーで、その頃の仕事っていうのは8割ワードプレスの案件でした。で、残り2割が、まあ、チラシだったりとか静的 HTML のウェブサイトだったりとかって。でもう仕事自体がここに引っ越してくる前は大阪に住んでたんですけど、大阪でももう東京とか北海道とかと仕事をしていたので、あ、こっちに住んでも変わらないなって思いました。で、住むにあたって、じゃあ自分の仕事はそれでできるけど、それだけでいいのかなって思った時に、そうだ、帯島図書館という図書館をしようと思いました。で、結構なんで図書館しようと思ったんですかって聞かれるんですけど、まず私たちにとって、学校が再開しましたっていうのはゴール
ではなくてスタートであるべきだと思ったんですね。じゃあ学校が再開して、でも私たちの娘が卒業して学校が閉まってしまったら、すごくそれは意味のないことだ。で、図書館っていうものを作ったら、そういう学校を続けること、継続すること、地域コミュニティを続けることに対する助けになるんじゃないのかなって思いました。で、何しろ私は本をたくさん持っていまして、そのたんびに2000冊ぐらい持ってたんですね。で、本の多さで何度も夫婦喧嘩をしてるんです。いや、本を置いてるところの床が抜けたりとかで、これは島に引っ越すってなった時に、この本を絶対どうにかしろと言われるぞと思って、で、じゃあこういうことを考えています。図書館をしたいです。あ、図書館はいいんじゃない夫が言ってくれて、っていうことは本を持っていかなければいけないので、無事と大阪から本を全部持ってくることができました。はい。で、そういうふうに、自分が、不安に思ったことの解消っていうのが図書館には一つあって、子どもの学習環境を助ける場所、それから島の人とかとのコミュニケーションを助ける場所、外に向いて窓が開いている場所で、2000冊の本っていうのは自分の好きなことのシェアで、これはすごくオープンソースの哲学に似てるんですね。知ってる人は分かると思うんですけど、貢献する、コントリビュートするっていうんですけど、それは強制されたり何か強くされしろって言われるものじゃなくて、自分がちょっと困ったからそれを解決して、そしたらみんなも助かった、自分が好きなことをやったらそれでみんなも喜んでくれるっていうのがオープンソースの哲学で、じゃあ手法も真似しようと。で、まずウェブサイトを作って図書館を建てる前に全部をオープンにしてみんなに見てもらうことにしました。で、図書館にする場所、こんな場所だったんですけど、よく古民家っていい感じで言われるんですよ。古民家だってもうはっきり言って廃屋です。で、その場所をどうするかって言った時に、よし、みんなで作ろう、みんなで直そう、これもすごい私の中でオープンソースのやり方なんです。で、伊東図書館音場っていうのを始めて、手押し車で、今海島皆さん通ってきたから分かると思うんですけど、車の通れる場所とかないので、こう手押し車で伊東図書館を始めて、自分がやろうとしていることがどういうことかっていうのをみんなに知ってもらうということをしました。で、同時にネットで何ができるかっていうこと、ネットも大事だなって思ってファンを増やそうと思いました。まあ、知ってるっていうのが一番下にあって、そこが増えれば増えるほど三角形はより大きくはなっていくんですけども、どこが大事だろうかっていう。で、まあ、SNS とかを使ってフォロワーを増やしていく。で、クラウドファンディングをして資金を集めながら一緒に帯島図書館っていうことを知ってもらう。で、クラウドファンディングは2回して、2回この資金の調達に成功することができました。もしかするとここでも入れてくれた人がいるかもしれません。ありがとうございます。で、基本的には情報のレイヤーっていうのがそれぞれあると思っていて、で、SNS でも Facebook でも Instagram でも Twitter でも、まあ、クラウドファンディングでも、届けられる層っていうのは違うんですね。じゃあどれか1個にしてしまうんじゃなくって、それをしながらウェブサイト、これワードプレスで作ってます、ウェブサイトで情報を集約していくのが大事じゃないかなと思いました。で、ウェブサイトでワードプレスでやると何が一番いいかっていうと、更新1人でしなくて済むんですよ。で、個人のサイトじゃなくって何かのサイト、こういうプロジェクトのサイトって1人でやってるとすごい疲れるんですね。で、すごい更新頻度が空いちゃったりとかってするので、人とできるっていうのはすごい素晴らしいことだと思う。それから、すごくワードプレス今柔軟性があるのでいろんなことができていて、例えばなんですけど、クアリルさんっていうところの、システムを API で引っ張ってきて蔵書検索をサイトの中でできるようになっています。私これなんかこの引っ張ってくる API をちょっと技術的にカーネルさんにお願いして
リブライズさんと一緒に組んで登録をリブライズさんでして、カーリルさんの蔵書検索を、引っ張り出してるだけなんですけど、これいつかなんかワードプレスのプラグインにできたらすごいいろんな人が使うんじゃないのかなって思ってるので、ここにもカーリルさん来てくださってるんですけど、これからどうぞ一緒にやりましょう。はい、で、こういうふうにリアルでのことと Web っていうのは両輪で進むんじゃないのかなっていうふうに思ってます。で、今まではそれをしないと生活があって仕事があって趣味があって地域のことがあってっていうのが全部バラバラで自分の時間の切り売りみたいになっちゃうんですね。じゃあ会社に行って仕事をしている時間と、お家に帰ってきて家族のことをする時間と、じゃあ趣味のことの時間とっていうの、それをこうぐるっと全部一緒にしてしまう活動を、でワードプレスはそういうことができるようになる。で、今鬼島図書館っていうのはこんな感じでいろんなことが完成した後もできていて、まあ、音楽もあるし、この間は鬼島図書館で結婚パーティーまでありました。で、今回テーマがエンパワーザスモールトゥーゴービッグっていうので、すごく鬼島っていうのはこのワードプレスのものを体現してる場所じゃないのかなって思っています。最初に一人で始めて、そこからワードプレスで情報発信を続けて、それもちょっと増えていって、そしたら今回実行委員長をしている西川さんが鬼島に引っ越してきて、で、小さなイベントを少しずつするうちにワードキャンプをしようって仲間が増えて、こうやってワードキャンプができていて、ここでまた仲間が増えていく。で、鬼島の今の移住者の数なんですけども、2014年から2018年にかけて160人中42人です。おかげさまで去年から赤ちゃんも島の中で生まれまして、このままでは保育園に待機児童が出るのではないかと言われるほどになりました。これ拍手です、拍手っていうふうに、私が思っているのはオープンソースの哲学を利用すること、そのためには知らなければいけない、一緒にするっていうことと、手法を使うことによっていろんなことができますと。で、地域のコミュニティとワードプレスのコミュニティっていうのは本当によく似ていると思っていて、上の2つはなんか私が大事だなと思っている、シェアをする、いろんなことをシェアをする、それから頼るっていうことも大事だ、できないことを頼る、できないことを頼るから図書館も作れたし、で、それから頼るっていうのとちょっと違うように思うかもしれないけど、自立していること、それから人を尊重することで、多様性を認めることっていうのがすごく大事だなと思っています。で、次から、カナはワードプレスミートアップっていうのを立ち上げることになりました。で、今まで私たちはワードベンチ小木島っていう活動をしてたんですけど、カナのあちこちでミートアップしたいよっていう人がいたら、こういうイベントをしたいよっていう人があったらどんどん手を挙げてください。それでみんなでイベントをしていくことができるようになるので、私に西川さんに言ってください。それから今瀬戸内で勉強会してる人っていると思います、手を挙げてください。よかったらこういう人たちに話しかけて自分の近い地域の、勉強会にも行ってください。で、今回は私の話をさせていただいたんですけど、次はぜひここにいる皆さんのそれぞれの話をお聞きしたいなと思っています。それぞれのやり方、それぞれのミラクルがあるのではないかと思っています。ぜひ次はあなたの物語を聞かせてください。ありがとうございました。ありがとうございました。